はい、それではバズーカの意味を取りますハードパンチャーアイクコーティーからご紹介しましょう。アフリカのガーナ、アクラ出身の27歳です。1988年のソウルオリンピックにも出場しました。プロ入り後めきめき頭角を現し、ガーナ、アフリカ、WBC インターナショナルのタイトルを次々に獲得していきました。94年には当時無敵を誇っていたベネズエラのクリンサントエスパニアに挑戦。11ラウンド衝撃のノックアウト勝ちで WBA 世界ウェルター級タイトルを奪取しました。すでにこのタイトルを3年にわたって6度防衛しています。これまでの戦績は34戦全勝、このうち29の KO 勝ちを記録しています。はい、それではですね、当時のチャンピオン、ベネズエラのクリサント・エスパーニャ、そのタイトルを取った、試合ご覧いただきたいと思います。衝撃の KO シーンです。アイク・コーティーがこのクリサント・エスパーニャからタイトルを取りました。これですね、浜さん、まあこのエスパーニャちょっと負ける姿か考えられなかったですよね。このエスパーニャの左のリードが本当にいいんですよね。その左をもろともせずどんどん距離を詰めて倒してきましたね。11ラウンドノックアウト勝ち、これでタイトルを手に入れました、アイク・コーティー。続いてこの試合は4度目の防衛戦、ヴィンセント・フィリップスの試合。これもなんて言いますか、怒涛の攻撃にそんな感じで進めていきます。一旦攻撃に転じたらまたすごい寄りを見せますよね。あ、攻撃とディフェンスがまあ一体になっている選手とも言えますけど ね。小泉さんが捉えているこのアイスコーティーというのはどういう選手ですか。まあその組み立てって言いますかね、ボクシングの方法論はシンプルなんですよね、ただパワーがあってスピードがあるんですね、はい、左で崩してジャブをよく使って、それで左で崩してそして右を叩き込んでくると。ただ本来格闘技っていうのはそういうもんかも分かりませんね。成功法でいけるだけ そのスピードとパワーがあれば、それで押していけばいいんですね、はい、野球のようなもんです。もう直球一本でそれで相手三振ばっかり取れるんだったらそれで同じですよね。分かりやすいですね、はい、それがないから技巧に走るわけで。なるほどね。それにはアイクコーティーにはそれがありますね。非常にシンプルで強いチャンピオンと言えますが、さあ今日は7度目の防衛戦になります。挑戦者はランキング10位ですが、最強の呼び声が高いメキシコのホセルイス・ロペスです。安田さん、お願いします。はい、それではお伝えしましょう。挑戦者のメキシコのホセ・ルイス・ロペスです。メキシコ・ドゥランゴ出身の24歳、89年15歳でプロにデビューしています。その後驚異的なペースで KO 勝ちの山を築いていきました。94年にレネ・エレラとの対戦を制し、メキシコタイトルを取り、昨年イギリスのイーモン・ローランを1ラウンド粉砕して WBO 世界ウェルター級タイトルを獲得しました。初防衛戦ではあのヨリボーイカンパスも5ラウンドで退けています。その後ドーピング検査で陽性となり、 WBO タイトルは剥奪されてしまいました。しかしその実力は折り紙付き、クオーティにとっても油断できない相手です。これまでの戦績が43戦39勝3敗1引き分け、39勝のうち30の KO 勝ちがあります。はい、今の小泉さん、プロフィール補足するとやっぱりヨリボーイカンパスを粉砕したという、これが実力の証明になりますよね。そうですね。だからあの強打者でですね、まあ、ショートレンジで特にパンチありますよね、まあ、チャベスを継ぐとは言われてたそのヨリボーイカンパスをですね、やはりメキシカン同士の対決でノックアウトしてますからね。それからちょっと気になるのはドーピング検査で、タイトル剥奪になってしまったということなんですけど、あれはアンラッキーだったですけどね。だけど、まあ、ホセルイス・ロペスっていうのはその戦う力、その戦力っていうのはその否定できないですよね。そうですね。現在は構成しているということですが、さあどういう試合になりますか、ご覧いただきましょう。 WBA 世界ウェルター級のタイトルマッチ、10月の17日アメリカコネチカット州レッドヤードのフォックスウッズカジノのリングです。 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチ、アイク・コーティー対ホセルイス・ロペスの一戦です。Once again, from Foxwoods Casino Resort of Connecticut, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue trimmed with silver letters and weighing in at 146 and one half pounds,
In his professional career, he has 39 victories, 30 by knockout against 3 losses with 1 draw. Ladies and gentlemen, from Durango, Mexico, here is the challenger, the former WBO welterweight champion of the world, Jose Luis Lopez. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing purple and gold, and he weighed in at 146 pounds even. He has a perfect professional record of 34 victories without a loss, 29 by knockout. Ladies and gentlemen, from Accra, Ghana, presenting the undefeated WBA welterweight champion of the world, Ike Bazooka Cortez. All right, guys, we're giving your instructions at the weigh-in, both in English and Spanish. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times, respect the bell, touch him up, buena suerte. Okay. Let's go. Thank you, sir. Billy. WBA 世界ウェルター級のタイトルマッチ、小泉さん、最近ではロペスの方はホルヘバカも6ラウンドノックアウトしてるんですよね。そうですね、まあ、元チャンピオンのですね、ホルヘバカもノックアウトしてますよね。その辺が実力の証明と言っていいでしょう。ホセルイス・ロペス、この強いコーティー相手にどういった試合を見せますか。まずは左を出していきます。まあ、ただバカはですね、バカにするわけじゃないんですが、昔の力はないですよね。確かにね、左を出していきます、まあ、最近ご覧になった方のために言っておきますと、オルフェ・バカというね、そういう名前の選手が、強い選手がおりました。それを打ち砕いているというロペスです。硬いブロック、じりじりと詰めていきます。一旦攻撃を始めますと止まりません、アイスコーティー。そしてバランスがいいんですよね、どんな打ち方してもバランスを崩さないから連打ができるんですね。あ、ミロクロス、ロペス、おー、いいクロス、いいですね。これはコーティーも油断できません。ウェルター級の現在10位にランキングされているホセルイス・ロペス。しかしプレッシャーをかけています、チャンピオン。まあ、コーティーのブロックはさすがではありますけどね、まあ、これはもちろんのことなんですけど、このロペスのフォームも抜群にいいですね。そうですね、ま、た安定感という言葉がね、しっかりします。これだとどういった選手でもやっぱりそう簡単には崩せないですよ。これ基本中の基本というような感じもしますね。強い左のリードブローが、これ左ストレートですからね。これをですね、やっぱりうまくブロックしてますよ、お互いにブロック、相手のパンチはブロック、自分のパンチを自分の空で打ち込んでいきます。しかしまだお互いに有効ではありません。先ほどロペスがいいクロスを見せましたが、あれも決して強烈なヒットしていません。いや、浜田の緊迫感のある立ち上がりですね、これ。あー、コーティーの左はやっぱさすがに速くて強くて長いですね。あ、そうですね、距離を感じさせますね。今なんか左フックなんかも左ジャブを打つ動作と同じ形でフックが飛んでくるんですね。2人の身長を比べますと5センチロペスが上回っています。178センチ、おっとっと、リーチはコーティーが180センチですね。180センチ、ロペスが185センチ。いや、あ、もうレフリーが間に入るのを伺っておりました。レフリーはスモーガーレフリーです。第1ラウンドを終えています。まあ、1ラウンド目は10対9ですね、コーティーの
ラウンドですね。はい、こちらがコーヒーのコーナーです。ジャブをよく出しましたし、ボディーブローも当ててましたね。ただロペスはブロックがいいんで、そのジャブをほとんど殺してましたね。はい、コーヒーの7度目の防衛戦、相手はホセ・ルイス・ロペス。あの資料によりますと、アイスコーティーのお兄さんというのがローマオリンピックで銀メダル取ったことがあるらしいですね。そうなんですね。だからまあボクシング一家なんですよね。ローマオリンピックで随分年代が違うじゃないかと思われる方がいるかもしれませんが、これでいいんです。あのだからその時はですね、まだ生まれてなかったらしいんですね。それでなんとですね、27人兄弟だっていうんですね。ですからそれだけ年が離れるわけですが、27人ですよ。このアイクが一番末っ子らしいですね。はい、末弟ということになります。両親は一緒なんですかね。27でいうと、おお、ダウンです。グローブ来ましたね今ね。いやーこれはチャンピオンがダウンです。大きく振ったところを空振りさせたと同時に右を叩き込みましたね。ロペスバランスがいいし感がいいですよ。先にダウンを喫しましたアイスコーティー。まだこのラウンドは2分が残っています。コーティーが空振りしたところを打てるというのは、いやいい度胸してますねこの選手は。コーティーそれほどダメージはないですね。ダメージはないですね。しかしこの立ち上がりのダウン、どうコーティーに影響しますか。これは面白い展開になりました。メキシカンのホセルイス・ロペス、第2ラウンドダウンを奪っています。さあこう左をついていきます。ユーモア感なところを見せました。アグレッシブです。パワフルです。ロペスのスタイルとしては、あの小泉さん、メキシカンスタイルと言ってもいいんですか。カウンターパンチャーですよね。だからパンチ合わせてくるのがうまいですよね。を打つときはショートでですね、はい、あのコンビネーション持ってきますね。空いてるところ空いてるところパンパンパンっていう感じでですね、コンパクトにその正確にヒットしてきますね。グローブの上、ブロックの上なんですが、丁寧に左を突いていきます。アイスコーティー、コーティーのジャブは本当にスナッピーなジャブですね。当たってパキーンと弾けるような感じで、すぐ行ったスピードで返ってきますね。一瞬出します右のストレート、これもブロックはしてますが、浜田さん怖いストレートですよね。本当に威力ありますね。普通の、まあ、世界チャンピオンですが、普通の選手とやるということはないんですけど、普通の選手だったらこの左のリードだけで乗っかるんですね。まあその辺におじけたわけではないでしょうけど、ロペスはその後全然、今先ほど一発返しましたが、ほとんど後半パンチを返していません。まあ、ただまあ2人の距離がまだ違うんでですね、ロペスもいいブロックしてますよ。今狙ってましたね。今距離が、コーチの距離が長いんですね、はい、ロペスとすれば自分の距離まで入るまで我慢してるんですね。しかしこの第2ラウンド、チャンピオンにダウンがありました。ロペスも10対8ですね。さあそれをご覧いただきましょう。いいタイミングで入ってるんですね、うん、左アッパーですね。した時に肩が落ちましたね。思わずグローブをついてしまいました。これはまずでもないダウンです。左アッパーのボディから左フックの上っていうのはもうボクサーだったら誰でも打ちますよ。もう基本ですからね。とか左アッパーから左フックつなぐのが遅いと、その間にああいう右のクロス気味のですねフックを持ってこられる時ありますね。さあ第3ラウンドです。第2ラウンド、アイスコーティーが27人兄弟だという話をしている時にダウンがありました。お兄さんがローマオリンピック1960年、自分もソウルオリンピック、88年に、進出していますが、出ておりますが、2回戦敗退だったんですよね。オーストラリアのこれもプロ入りしましたけど、グラハム・チェニーに負けてるんですね。もちろんボクシングはそのオリンピックに出たお兄さんの刺激を受けまして始めたということです。アイスコーティー、ただその素質に目をつけてですね、
まあ、これもフランスのアカリエ兄弟がですねこれスカウトしたんですよね。だからガーナからその、まあ、フランスへ引っ張られた感じですね。出します。まあ、最初はガーナでやってたんですよね。だけどまあその時のあれをまあ覚えてたんでしょうね。やっぱりオリンピックなんかで評価も高かったし、それでまあガアフリカとそのフランスのルートがあるんですよね。はいはい、一応あのコーティはガーナタイトル、アフリカタイトル取ってるんですよ。そうするとハリエ兄弟はかつての共産圏からもルートを持っているようですし、アフリカからもあります。いろいろやっぱり今後、先ほども言いましたけども注目ですね。いろいろな選手が出てくる可能性が高いということになります。まあ、日本はですね、あのユーリ選手とか、まあ、ナザロフ選手ですね、まあ、世界チャンピオンにして、まあ、一応日本のクラブ所属っていうことでカウントしましたけどね、はい、まあ、フランスの方ももっと開けてますね。旧、うん、ソビエトからやはり実力者、大国ですからいろいろ今まで出てこなかった選手がどんどんこちらに出てくるようになってきています。浜田さん、チャンピオンのダウンのダメージというのはどうでしょう。ダメージはないと言っていいですね。戦い方に変化はありませんか。ありませんね。ただ相手のロペスなんですけど、はい、この選手タフですね。ロペスがコーティのいい左を受けながらビップもしてないですよ、今のところ。ブロックがしっかりしてる。いや、そうですね。しかし、このよく出ます、左に。メキシカンというのはですね、他の中南米の選手、パナマとかベネズエラほど体柔らかくはないんですよね。柔らかく、まあ、ボクシングのやり方なんですけど、その代わりにグローブ使ったブロッキングっていうのは非常によく練習しますね。だから上から下までみんなブロッキングはうまいです。日本はガードって、手上げてたら防御だと思ってますけど、その位置しか動かないですよね。メキシカンはそこでグローブ動きますね。で、相手のパンチ自分のグローブに当てて殺してしまうんですよ。だからガードよりブロッキングの方はそのやはり高等技術ですよ。まあ、ポイントとしてはコーティがジャブつき続けましたからね。たまにそのロペスのブロッキングの隙間をついてジャブ当ててますからね。10対9コーティです、はい、3ラウンド目第4ラウンドに入りました。 WBA の世界ウェルター級タイトルマッチ、 WBA ですのでルールは3ノックダウンルールを敷いています。それからラストラウンドだけゴングに助けられます。場所はコネチカット州のレッドヤード。まあ、しかし浜さんよくつけたもんで、見事なこのバズーカというニックネームはねぴったりですね、このパンチに。まあよくつけた、まあ、その選手のためにあるような、言葉でもあるでしょうね。まあ、その爆発はねバズーカ、この試合ではまだ見せてませんが、爆発した時のそのパンチ力というのはまさにバズーカ本人のねそういった破壊力を感じさせます。いつそれが火を引くか、それが見どころの一つです。まあ、アイコーディのパンチ力は認めるんですけど、このロペスもいいですね。かつては WBO のウェルター級のタイトルを保持していました。しかし薬物検査で、そのタイトルは剥奪という格好になりましたが、気持ちを入れ替えてこの WBA のタイトルに挑んでまいりました。まあ、剥奪年になりましたが、先ほどから言ったように誰もがこの実力を認めている選手、それだけのものをこのリング上で出しています。浜さん、ここのまでの展開をご覧いただいて、何が両者にこう突破口になりそうですか。今の当時の左で
相手が崩れればいいんですよね。仮に崩れなかった場合、はい、というのはこのロペスブロックは硬いし、かといって少々のパンチは崩れそうにないんですね。また高さもあるしですね、仮に崩れなかった場合はやっぱり右を叩き込まれていたんですよね。おお、やめた、いやー、この辺怖いですよ。今最初の2つまではブロックしましたけれども、その3つ目左を入れています。ロペス、さあバズーカコーティーも左をカッパシラに乗っていきます。ああ、これ前よ、ちょっと鼻の頭が狙っています。ロペスのパンチもそうですね。左がよく鼻っ柱に鼻先に当たりました。第4ラウンド終了しています。まあ、このラウンドもロペスが攻め返すところがありましたけどね、はい、全般通じてですね、やはりジャブがですね、全て殺しきれてないですね。いかにロペスといえども、はい、たまにヒットしてますからね、まあ、コーティの10対9です。はい、WBA 世界ウェルター級のタイトルマッチ12回戦第5ラウンドに入りました。コーティーが成功法すぎるのはですね、ちょっとフェイントをかけたりですね、いなしながらこのジャブを打ったり、ちょっとサイドへ出てですね、で斜め下から打ったりですね、はい、そういう変化つけないですよね。マイク・コーティーはこれが7度目の防衛戦ですが、防衛戦で KO できなかったのは一つだけ、オバカー戦が KO できませんでした。これは4度目の5度目の防衛戦です。タイトルを取ったのがノックアウトならその後も TKO あるいは KO を重ねています。前回の試合からインターバルは6ヶ月、チャンピオンのアイスコーヒー、まあ、韓国のボクシングって東洋太平洋のウェルター級チャンピオンで、ね、日本では吉野選手、佐藤選手ともに暮らしてますけどね、はい、その、まあ、ボクシングですね、あのパピヨンは全然歯が立たなかったですからね、コーティー、あり東洋のレベルと世界のレベルの差っていうのは分かりますね。浜田さん、いいアッパーありましたね、最後ね。あ、いいカウンターですね。ただこのロペス、予想以上の選手ですね。コーティーのあの左を、まあ、受けながら、まあ、ブロックもしてますけど、はい、表情変わらんですよ、それでいてコーティーがどっかブロックガードが空いたところは常に狙ってますね。このコーティー姿勢はいいもの持ってますよ、いいもの持ってきました。左を返します。ロペス、まあ、コーティーがミスブローしたらですね、すぐパンチ叩き込める距離で戦ってますね、その位置でブロッキングしてますよね、おっと右ナッパー、これはラックセット距離を置きました。互いにしかしはノック対ですね、バッチリですね。コーティーはもちろんですけど、このロペスは想像以上前評判以上ですね。今メキシカン特有のボディブロー左サイド狙っていきました。レバーブローです。ようやくこじ開けることに成功し始めましたが、しかしここでゴングです。このラウンドも終了しました。もう少し攻めてるとですね、ロペスポイント取れたんですけどね、今ワンツーから左アッパーですね、ワンツーはブロックされてたんですけど、左アッパー顔面パンチ突き上げましたね、はい、いいパンチあったんですけど、まあ、全般通してみるとですね、やはりコーティーが左を突き続けましたね。
コーティのポイントになると思います。ya, ya ligado, y luego llave arriba, está esperando, está esperando cuando le tiras abajo para darte la derecha arriba, cámbiasela. スパニッシュですね。まあ、顔面狙っていけって言って言ってましたよね、うん、ほうほう、アリーバって言ってましたよね。アリーバが顔面ですか。上ですね。上、よくアバホアバホって言いますね、はい、あれ下って言うんですね。ボディ打てって、ガンチョアバホって言ったら左フックでボディって言うんですね。ガンチョっていうのはフックなんですよね。ガンチョ、アンパカットっていうのは、まあ、スペイン語でオペラって言うんですね。オペルですか。オペラバホって言ったら、その、あのアッパーで、ストマック叩けって、あの、溝打ち打てっていう感じですね。アッパーでボディ打てる。なるほど。もう足を使えとかはどういう意味ですか。ね、フットワークとかね。モバテ、モバテって。モバテ。まあ、スペイン語の、あの、あれやってるんじゃないんですけど、モベルっていうのが、その、動くっていうのでね。で、モバっていうのは、お前動けになるんですね。モバテ。そういう単語が聞こえましたら、あ、覚えておいて、ね、聞きますと非常に面白いかと思います。第6ラウンド1分が経過しています。お、左から右、バックミドルストレート、思わずこれね、はい、まともにはもらってませんけど、交代したくなるようなそんなパンチ。いや、浜田さん、回が進むにつれてロペスなんか誤差を出してますね。予想以上の選手ですね。パーです。ダブル、いや、一つ右を挟んでますが、左の技はですね、アイコーティのブロックを、あ、コーティ止まりました。うまく止まります。自分の顔を慣れていました。これは予想以上の選手ですね。コーティのブロックですね。ブロックを逆にですね、どんどん、圧力で追い返してるんですね。コーティの前進が止まっています。少し流れが変わったようです。あ、出てきます。互いにこんな距離になりました。かなり近づいてますよね。あの、いや、もう本当にコーティーが壁を、背にして相手をどんどんバックさせるような感じをですね、はい、逆にロペスの方やってますね。硬いガードの上でありますが、容赦なく叩いていきます。本当にこじ開けようというそんな表現です。はるか、モニブロ、これはエルボーか。エルボーでブロックしました。コーティのパンチも効いてないですね。予想以上の選手ですね、この選手は。コーティも浮かずにこれ、グローブ上げられませんね。あのボディブロックきますからね。あー、右打ち押し。まあ、コーティ今のところ来るなら来いでやってますけどね。予想以上の選手ですよ、これは。第6ラウンド終了しました。いや、浜田さん、このラウンドのオペさん、強さ出しましたね。普段はコーティの距離が長いんで打てなかったんですけど、逆に今日コーティが詰められましたね。コーティ今まで突き放すんですけど、これを詰められましたね。というように実況ではちょっとロペスサイドに偏ってしまいましたが、ジャッジは個人ではどうなりますか。私はこのラウンドはロペスの10対9にしますね。やはりロペスにしてますか。まあ、有効なクリーンとお互いないですね。お互い完璧に防御し合いましたね、はい、それで防御、これはお互いに優れてましたね、そして、構成っていう面でもですね、構成は、まあ、ややそのロペスの方が取ってたかも分かりませんね。あ、そうですか。で、まあ、最後のリングジェネラルシップ、リングジェネラルシップはそのややペースはですね、パンチを当てまくって、まあ、ブロックさせてますけれど、打ってたそのロペスの方が上回ってたように思いますね。確かに浜田さん、今のラウンドはね、難しいラウンドかもしれませんが、ロペス目立ちましたね。まあ、今までコーティーがどんどん左で押していく形がですね、変わりましたからね。逆にコーティー入られてるなっていう雰囲気を出しましたからね。ね、流れが変わったせいもあります。ロペスにどうしても視線が集まってしまいました。7ラウンド目、まあ、ボクシングの採点で難しいのはですね、当たってないパンチの構成をどう評価するかな、ガンガン攻めてるんだけれど全部ブロックされてた。そうした時にですね、相手の方は数は少ないけどクリーンヒットしてた。そうするとやっぱりクリーンヒットが第一条件ですからね、
クリーンヒットの方が優先されるんですけどね。さあ7ラウンド目ロペス攻勢に出ます。ロペスもそうなんですが、コーティーがやっぱりちょっと手数が減ったといいますか、全身が止まりました。コーティー自身もロペスの何と言いましょう、自力を感じ取ってるかもしれません。まあ、それはもう感じますね。そうでしょうね。この中盤になりまして、ロペスいい感じになってきています。どんどん落ちてきてますよ。逆になりましたね、先ほどからね。完全にペースが入れ替わりました。コーティーの左のリードジャブが効いてないんですね。まだいい、まあ、もちろんまだというか、いい左に出してますよ、コーティーは。はい、これが効いてないですね。逆に言えばですね、これだけブロックされてるのに左突き続けるっていうのはですね、コーティーはやはりその自分のスタミナに自信があるかですね。うわ、思わずコーティーが後ずさり。パンチ出した後コーティーですね、その引きのスピードっていうか返しのスピードを注意しないと、はい、パンチが返り際引き際ロペスが攻め込んできますね。ロペス先ほどね、いい右のクロスバウンド出しましたからね。今もですよ、そのテンプルにちょっと当たりは浅かったんですけど、おっと入り込んだ、ここでゴングです。入り込んだところだったんですが、第7ラウンド終了です。このラウンド妙に早く感じました。はい、このラウンドはちょっと難しいです。私はロペスのラウンドにつけますけどね。コーティーはジャブを出し続けるだけなんですね。それで他のラウンドと比べてこのラウンドのジャブは少なかったです。でロペスはですね、それの合間縫ってですね、ちょっとテンプルにもヒットしましたね。なんかフリーヒットっていうことを取るんだったら、そのロペスのこのパンチを取りたいですね。浜田さんはどう思いますか？私もロペスのラウンドですね。ただ難しいのはですね、パンチの数自身、あの強いジャブ自身、パンチの数自身はコーティーの方が上回っていることは確かなんですね。でこうした時にですね、第1条件、第2条件、そしてリングジェネラルシップの第4条件あるんですけど、それの適用の仕方でちょっと採点、難しい面がありますね。はい、さあ第8ラウンドです。 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦。まあ、浜さん、実際、先日もヘビー級の生中継行った時にどうしてもアンダーカードでしたか、これは10対10つけるというラウンドも、ね、ありましたよね。お互いに手を出さなくて採点しようがないという時はまあまあありますよね。この試合は割れて仕方ない試合があると思うんですよ、ラウンドがあると思うんですよ、はいはいはい。この試合は両方とも打って両方ともブロックしての判断基準がありますよね。だからそれをどっちに取るか、これは割れるでしょう。まあラスベガスでどっちも何もしないっていうのがありましたからね。何もしなかったらつけようないですね。これはちょっと記憶なかったですね。さあ第8ラウンドはどういう展開になりますか。右のクロスを放ってきました。この右、浜さん、ロペスの何が良くなりました途中から。あの距離が決まりましたね。距離が決まって、それでアイコーディは左が速いですよね。この左に合わせて右を上からクロスカウンター打ってるんですね。そうですね、今両者のテクニックが本当に交錯します。相手のパンチを叩き落とし、自分のパンチを入れ込もうというパンチをまた叩き落とします。この2人、本当ブロッキングというお手本では良い映像かもしれませんね。コーチに匹敵するぐらいの、ディフェンス力ある選手だとは思わなかったですね。これは予想以上、噂以上の選手ですね。今までのコーチを見てるだけに、この試合、この辺りはコーチが押されているような、そんな感じに映ってしまいます。さあコーチがいつ右を爆発させますか。コーティーのボクシングちょっと見てください。もう常にアップライトですね。
パンチが来てもヘッドスリップで外すわけでもない、それでダッキング、ウィービング、そういう上体の動き全くないボクシング、はい、だからもう単純明快ですね、明快国語辞典みたいな本当にそれはやっぱりパワーがあるからです、あジャブ自身の、ところがそのジャブが効かないんですよ今日は、ほとんどブロックされてるんですよね、こういう相手がいたのか、そんな感じのアイスコーヒー思いながら戦っているんではないでしょうか、今まで通用してきたパンチが通用しません、今いい左が入りました、第8ラウンド終了しています、やはり面白いですね、というのはですね、このロペスも守りに回ってた間はですね、結構ブロッキングしてましたね、ほとんどジャブ殺してました、ところがこの前のラウンドあたりから打ちに攻勢にかかってますからね、この逆にジャブを繰り出しましたね、このラウンドはコーティのジャブが当たりましたから、コーティのポイントにします、浜さん今のラウンド難しいと思いますが、どこで取りますか、うん、私もコーティのラウンドですね、はい、このあたりは微妙でありますが、お二方が一致しています、第9ラウンドに入りました、 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチはアメリカコネチカット州レッドヤードフォックスズカジムで行われています、アイスコーティー対ホセルイス・ロペス、あとコーティーとしたらこのラウンドまで来てこの左では相手が崩れないっていうことはですね、何かせんといかんですね、右をダブル叩き込む、もしくはワンツー打って相手のブロックのまた叩き込むと、そういった何かしないと崩れないですね、そしてもう一つはですね、前のラウンド、そしてその前のラウンド、ロペスの方が打ち気に来てますから、はい、その打ち気に来たところ、相手が打ち気に出てきたところを一緒に打つと、はい、いやー、コーティーもいいブロックしてますよ、ただブロックっていうのはですね、自分の手が死ぬわけですよね、はい、来た時にですね、そのすぐ打ち返せないですね、そこで相手のパンチを空振りさせる防御方法というのはやはりテクニックの中で必要なんですよね、だからコーティはそれが全くないボクシングです、ディフェンスのですね9割5分まではブロックです、以前はもっと足も使ってたんですけど、この頃はもうそれもあまりしなくなりましたね、まあその必要はなかったんでしょうね今までは、まあ、それだけ攻撃的になってるということなんですね、で距離を詰めて戦ってますよ、はい、以前のコーティより34戦全勝 29KO、 すごい数字です、すごい成績です、アイスコーティ、右のストレート、おお左突き抜けます、ブロックしながら後ろに下がります、コーティ鬼ロ、まあ、コーティの偉いのは相手がその右クロス得意ですよ ねそれを分かっていながらそれだけこれだけジャブ出し続けられるっていうのは、右クロス当てるもんだから当ててみろっていう感じでジャブ出すんだよね、さあ気をつけた方がいいですね、ロペス あの打ち下ろすようなオーバーハンドライト、はい、あれは危険ですね、グローブ止めています、距離を詰めました、右のストレート、左フックはちょっとそのナックルが返ってないですね、あのコーティー、また左を当てて動いていきます、これゴング第9ラウンド終了です、このラウンドも難しいですね、まあ、有効なクリニックはもうお互いにありますよね、構成取ってたのはやはりコーティでしょう、ジャブ出し続けてましたから、でロペスはちょっとこのラウンド元気がなかったですね、ただほとんどブロックしてましたよね、はい、ブタッという感じになってますね、1球ラウンドはポイント数では私は一応、まあ、10対9にしてこのラウンドもちょっとクエスチョンマークつけておきましょう。
はい、クエスチョンマークラウンド多いですね。5ラウンド、7ラウンド、9ラウンド、1ラウンド大きいですね。ちょっと難しいラウンドだと宣言してですね。浜さんの9ラウンド目はどういうジャッジですか？私もコーティーです。ああ、そうですか、はい。第10ラウンドに入りました。 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦、27歳のアイスコーチ、24歳のホセ・ルイス・ロペス。ロペスもっと攻めたいですね、はい、今コーティーのですね、ジャブの頻度がちょっと落ちてきてますからね。ワンツーから左のフック返します。でコーティーちょっと右手悪いんじゃないですかね、痛めてるんじゃないですかね。もうどうしたんだろうと思うぐらい右を出さないですね。もう右から左の逆ワンツー出したりですね、右のダブル出したりですね、はい、こうちょっと変化つけるとですね、あのジャブももっと当たるんですよ。そういうバリエーションつけるのこと自身がフェイントになるんですよね。そういう意味では浜さん、バリエーション変化はつけてないようですか？コーティーはですね、もともと小細工する選手じゃないですからね、はいはい、本当にパワーを作る選手ですから、例えば小さなテクニック、揉み合いのテクニック、そして、フェイントのテクニックとかですね、それをしないで本当に成功法で力でねじ伏せる選手なんで、そういったことやらないですね、うん。これも全部グローブの上ですね。今日は確かに落ちらんだからほとんど右が出ない状態ですよね。コーディは確かに出ませんね。あの試合する前から痛めていた可能性はあるでしょうね。出だし第2ラウンドでまさかのダウンを喫しました。アイスコーティーダメージはなかったものの、その後ポイントは重ねましたが、中盤から逆にロペスが勢いを盛り返してきています。そして微妙なラウンドを重ねまして、これが第10ラウンド。浜さん、こういうブロックが硬い選手と対戦するときはどうしてました？まずはあのブロックの上、肩、はい、あ、腕を打つという方法もあるんですね。あ、腕を、はい、しびれさせてしまえば相手の、おお、強い、俺は怖い、これは怖いパンチです。入りましたね今、あら、交代します。あ、右クロス、右クロス、右クロスが入ります。左を返しました。コーティーがクリンチに行きました。これは横移動選手ですね。最後右クロス狙ったんですが、これは空振り、激高します。両者敵対しました。最後第10ラウンド、ロペスの攻勢が見られました。ロペスのラウンドですね、終わりの10秒、15秒間ぐらいですけれど、急に攻勢取ってですね、得意の右当てましたもんね。もらいながらも入っていったんですね。でコーティーが下がりましたから、余計危なかったですね。ここでまたこのミノムロクスクロス、あそこは本当はパンチくぐってサイドで出るべきなんですよね。これはセネカカワラのカメラです。もともとこのロペスは右のクロスカウンター得意な選手ですね。さあ11ラウンド目です。 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦、アイスコーティー7度目の防衛戦、強い相手に当たっています。メキシカンのホセ・ルイス・ロペス、これだけ長引くと思わなかったですね。そうですね、WBO のかつてのチャンピオンでありますが、まあ、その第4の団体と言われていました。 WBO を除けば世界初挑戦ということになります。主要3団体、確かに、まあ、噂通りの強さでしたね、これね。噂以上と言っていいんじゃないですか、これは。ヒロクロス狙ってます。左にあった、ヘイ、ドンパンチ、ドンパンチ、これまで苦戦するとは予想しなかったですね。ダウンです。2度目のダウン。チャンピオン。効いてますね。さあ、ガッチします。
窓のことを落ち着いてていいですね。ガーッと見るか冷たいんですよね。まあ、ステージのブロックも硬いのも確かにあるんですよ、はい、まだ下上もちょっと怖いところありますからね。感じはやっぱり当然ありますからね。ただここは大きなチャンスですよね。勝負かけるべきですね。あ、なるほどね。ボディ打ちたいですね。11ラウンドです。そのロペスはもうメキシカンでそのボディブローをもう打てるはずですからね、はい、あ、攻撃が苦しい。ボディ打ってコーティのガード下げさせて、それで得意 の、 その右のクロス持っていって左フック、あるいはそのアッパー持っていくことですね。コーティ大苦戦です。コーナーに入りました。コーナーに入った。右のクロス、クロス当たらない。あの右のクロスから左のアッパーのチンですね、その顔面返すクロスから左アッパーのチンなんかは当たりますよね。まだ効いてますよ。まだ30秒あります。ミノクラス打ち下ろしです。打ち下ろし、あの打ち下ろしも怖い。この次峰入れてきます。連打する力がロペスに残ってるのは分からないですね、これは、左アッパーのボディ打てばですね、もうストマックに当たるその絶好のポジションですね、今ね。この試合2度目のダウンがありました。10対8ですね、ロペスですね、はい、いやー、チャンピオン2度目のダウン。さあ、ご覧いただきましょう。肩口から入ったと思います。右、エスエルウルティモ、ラウルティモオポルトニダルイスビーボ、ノマスドブレス、いっぱいです。からですね、打ち下ろしましたね。最後から体をサイドに移しての攻撃です。浜さん、力ありますね、このパンチ。この選手は予想以上の選手ですよ。素晴らしい当て方を見せました。ちょっと攻撃とすれば、まあ、最終ラウンドであるんですけど、相手を若干舐めた傾向あるんじゃないですかね、あのスタートの時点から。スタートの時点でね、はい、ラストラウンドです。 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチ、チャンピオン重くもない戦、大苦戦です。この後ビッグマッチが組まれようかというこのアイスコーティー、その前にこの試合が大苦戦になっています。さあ、ここはどうするんでしょうか。ハウスに行っています。ホセルイス・ロペス、これまではコーティはですね、相手の入ってくるのをジャブで突き放す作戦だったんですね、今ボクシングしてますよね、逃げてますよね。あ、そうですね、接近されると危ないっていうことですね、はいはい。今チャンスですよ、ロペスは。いやー、浜田さん、こんなコーチ初めて見ました ね、 もう無敵を誇ってる、誰とやっても安定した力を出している選手なんですね、本当に大苦戦。ロペスをやっぱり過小評価したでしょうね。さあ、ラストラウンドです。非常に危ない。まあ、相手を舐めていたと言っても苦戦してからじゃ遅いですからね、完全にアウトボクシングというよりも、まだ効いてる、完全にもう逃げ回っています。まだ効いてる。ああ、なるほどね。グローブ上げません。もうブロックではなくて距離でもう逃げています。距離でかわします。まあ、そうですね、動き始めましたね、ただロペスもパンチ出さないとですね、これアメリカではですね、アウトボクシングポイント取られるんですよね。あーはーはー、逃げてるとは見ないんですよ。ムハメドアリのようにですね、足使って相手さばいてる見るジャッジもいるわけですね。これも立派な作戦なわけですね。もうこれも一つの戦い方です。手出さないでじわじわ追うだけでですね、コーティこれジャブこういう感じでアウトボクシングしてるとコーティポイントいきますからね、30秒切りました。こうなりますと逆にロペスが詰めるのが苦しくなってきます。しかしポイントはどうなんでしょうか。2つのダウンを奪っているロペス。
ポイントも微妙だ。7度目の王者防衛戦、大苦戦。試合終了です。両手を上げるコーティ、これを勝ったんだというロペス。ラストラウンドのロペスの攻め方がまずいです。もっと当たらなくてもですね、腕やブロックの上でもいいですから、ポイント、パンチ出してその構成取っておくべきですね、はい、今のラウンド、コーティのラウンドですよ。逃げ回ってますけど。ああそうですか。ロペス全然手出すので、ちょっと愚かしいですね。しかし、ロペスは逆にそういった追いかけている立場、2度も浜田さん、ダウン奪いましたから、もしかしたらリードしてる、微妙だと思いますけどね。まあ、1回目、2ラウンド目は軽いとしても、11ラウンド目の確実にダメージのあるダウン取りましたからね、はい、私は113対113ですね。ただしですね、これちょっと採点上問題があるんですね。2ラウンド目のあのダウン10対8つけていいかどうかですね。でもうラウンド全般コーティがジャブで支配してましたね、はい、ただあれはダウンはダウンですよね、はい、あそこ実際気をつけるべきじゃないかな、そういうところがあります。それから579っていうのは113ですね。116-112 115-114 マジョリティディシジョン2対0、コーティですね、防衛です。2対0です。1人イーブンがいました。そうですね、113-113これ引き分けですね、116-112これちょっと差がつきですけど4ポイント差で、もう1人115-114 1ポイント差ですね。だから2人がコーティ